はい、どうもことです、今回なんですけども、ラッドウィンプスの刹那連鎖の双方解説やっていきます。ね、前回ラッドウィンプスのかっこいいギターフレーズ5000っていう動画を上げて、まあ、前々からね聴いてそのかっこいいって思ってたんですけど、実際弾いたことなかったんですけどね、まあ、実際弾いてみるとね結構シンプルやのに結構かっこいいフレーズなんで、まあ、初心者の方にもおすすめです。ね、今回基本的にリードフレーズをやっていこうと思うんで、ぜひ最後までよろしくお願いします。じゃあやっていきます。はい、じゃあイントロのフレーズからやっていきます。これ結構シンプルなのにかなりかっこいいんでね、と最初が3弦の11フレットここから始まってます。で、間に、3弦の開放の G の音を挟んでる感じですね。で、こんな感じです。しっかり右手オルタネートで弾くっていうことと、しっかり弾いた後に指をすぐ離さないとこの間の G が鳴らないんで、で、ここは人差し指で2音とも弾いてます。この先っちょで3弦弾いて、次2弦に行くときにお腹で弾いてます。まあ、イントロ綺麗に弾けたら結構気持ちいいんでね、ぜひ頑張ってみてください。え、じゃあ次 A メロ行きます。はい、こんな感じですね。まあ、これも基本的に、まあ、最初のイントロと同じように間に2弦の B の音を挟んでます。で、ここスライドでつないでます。開放から入って2弦3フレット5フレット弾いて、スライドで、実際のテンポだと結構早いんで、まあ、ゆっくり最初は練習するのがいいと思います。で、次が、これピッキングハーモニクスって言って、この5フレットの上をちゃんと押さえるんじゃなくて軽く触れるだけですね。こう下まで押さえ込まずに軽く触れて、で、弾いた瞬間に離すとこのポーンって倍音だけが鳴るんですよね。で、これを3弦、1弦、2弦の順番で、5フレットの、はい、1弦がねちょっと難しいんですけど、まあそんな綺麗に鳴らさなくても、まあ、雰囲気でいけると思います。で、次リードパートが2番も一緒なん で、次サビやっていきます。あ、本当はクリーンにした方がいいんですけど、ちょっと歪んだままいきます。これの繰り返しです。これ3弦12フレットを人差し指でずっと押さえたまま、で、ペダルトーンで上のこのこの3つを繰り返して弾いてます。ここの12フレットのとこ全部人差し指のお腹で弾いてるんで、こう先っちょ浮かす感じでここはミュートして、この狙ってる弦以外にならないようにした方が、まあ、濁らないんでいいと思います。まあ、この動き難しかったら、まあ、中指使ってもらってもこれでも大丈夫です。はい、じゃあ次なんですけど、次ラスサビ、大サビですかね、最後のそこのリードパートをちょっとやっていきます。はい、まあ、ちょっと難しいんですけど、まあ、慣れれば多分簡単です。で、これもしっかり右手はオルタネイト で、これがメジャー3度のとこからですかね、ここから加工していく感じです。まずこの指の動きを覚えて、で、それからこう、まあ、反復練習すると、まあ、結構手癖っぽくなるんでいけると思います。
これも弾かない弦以外はなるべくミュートして、1弦弾くときはこの人差し指の先っちょで軽く2弦触れたり、まあ、2弦弾くときはこの指のお腹とかで1弦ミュートして、でこっちは人差し指でミュートしたりして、で3弦行った時も 1,2 弦は薬指のお腹でミュートしてます。まあ、こうやって基本的に弾く弦以外はなるべくミュートした方が、まあ、綺麗にクリアな音になります。ほんでこれ多分ね、右手が難しいと思うんですけど、まあ、アップから入って、まあ、この弦移動する時もなるべく上下のリズムはキープして、まあ、弾いた方がリズムブレがなくなるんでいいと思います。でこの最後をスライドで弾いてます。まあ、別にまあ、ハンマリングとかでもいいと思うんですけど、まあ、なんかそういう風に聞こえたんでスライドで弾いてます。ちょっと最後にゆっくり弾いてみます。はい、はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。なんか基本的に全部エモくてかっこいいフレーズが多いんで、まあ、ぜひ練習してみてください。じゃあこんな感じで終わります。ではまた。